ちゃいいっすね。ハローエブリー。はい、どうも皆さん、チャリエルでございます。トップガンマーヴェリックを4回見に行き、多大な影響を受けた俺はトップガンというガレージカフェを見つけてしまった。彼は親友の iPhone4S が好きな人、 4S さん。トップガンを勧めてくれた張本人。大阪愛知の距離を超え、マーヴェリックを隣で鑑賞したりと、多くの交流がある。おー、おはようございます。お待たせしました。おー、いつの間に買ったんですか。そのために買っちゃいました。やばおいくらですか。3万です。わおおー、ここか。おー、いいね。やっぱ、あ、これは YouTube 的であれやな。ピカピカっすね。めっちゃいいっすね。はい、ありがとうございます。熱いので気をつけてくださいね。砂糖ミルクこちらございます。コーヒーマーヴェリックです。甘川なんですか。ちょっとあっさりしたコーヒーです。トップガンコーヒーの方が濃いめでは、いただきます。おいしい。に全然苦くない。そのままね、専門家の話なんですね。熱い、すっきりめで、すっきりなんですけど。あ、同じでございます。あの、日によって食べれるものがあったりなかったり、あのカレーの日があったりとかあるので、ちょっとあの聞いたり調べたりした方がいいと思います。今日はない。近くにパン屋さんはあります。全員にいっぱい送ってもらいます。買いましたよ。買い直しっすよ、折れたから。トムキャットのメタルキーホルダー、左はブルーレイの特典でディティールがリアル、右はトップガンマーヴェリックの劇中で登場したのと同じ頑丈なアメリカ製。お揃いってことでブルーレイの特典の方をプレゼントしたんですが、見ての通りハンダ付けの垂直尾翼が2人とも数ヶ月で折れたんですよね。これは後味悪いってことでプレゼントです。これでもう後悔はない。ありがとうございます。多分ね、また折れると思うんですよね、これ。うん、危ないですね。多分これやったら大丈夫。Ladies and gentlemen、 こちら救いの神。軽いでしょ、いいでしょ、あったかい。これめちゃくちゃ軽いっす、ね、アビレックス。めっちゃかっこいい、最高。はい、というわけでガレージカフェトップガンでございました。大変に楽しい場所です。ぜひ来てください。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは皆さん、よきトップガンライフを。さようなら。もうずーっとトップガンのサントラかかってるんですよ。ドライブ、ツーリング、サイクリング、どれにもおすすめなスポットでございます。ツーリングイベントもしてらっしゃるみたいですよ。そして次回の動画は、天寿を全うした17年魔改造の子供用自転車クロスフォース復活に向けてのプロローグ。1年前ポタクエでお世話になった YTK さんに招かれ、ハイパーオリックの吉江さんに技術面や業界の裏話まで聞いちまったぜー。